島田関に来てみたんですけれども、めっちゃ水悪いっすね。とりあえず行ってみましょう。こんにちは、熊本のバスオーツローの Vlog の深夜です。動画をご覧いただきありがとうございます。今回はいつもと違う感じでの動画スタートとなります。最初にお伝えしておきますが、今回の動画は坊主調校となります。フィールドの濁りがきついのと、水質悪化にもうなすすべがありませんでした。今の浜戸川がどんな感じなのかっていうのを参考にしていただけたらと思います。それでは最後まで動画をお楽しみください。ちょっとカメラの、撮影ミスで、撮れてないと思うんですけれども、ここに来る前にもう一個上の席に行ったんですよ。そこもやっぱり水が悪くて、でもちろん釣れなくて、でここに移動してきたわけなんですけれども、ここもなかなか席の上は水が悪いからですね。ちょっとあまりルアーを投げたくない水質なので、釣るところがないですね。釣れねえ。ダメだ、釣れん。さっさ、えのき図席に来てみました。ここも水が濁ってますね。ちょっと対岸に
移動します。さて、どうしようかな。釣れない。さあ、これはどっから行こう。最後にもう一回島田関の橋脚のところに来てみました。釣れるといいな。すごい蚊に襲われてますよ。買います。いや、ちょっとこれはかなり厳しいですね。水が上から流れてないですし、堰の上は水が悪くてルアーを投げる気にもなれないですし、まあそこの岸に関しては草が生えすぎてもう釣りになりませんし、ちょっとこれは積みの状態ですね。ちょっと今回は坊主になっちゃったんですけども、次はですね、皆さんにバスの姿をお見せできるよう頑張りたいと思います。じゃあ最後に、10月9日に開催される大会の告知をして、終わりたいと思います。今日はちょっと坊主で申し訳ないんですけれども、これで動画終了したいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。